初勝利になりますか、フロンターレ。いやー、うまく取ってアラウージョ、入れる、ゴール前来た、また追いつかれたフロンターレ、またロスタイムに追いつかれた。最後決めたのは松並、これはまた関塚監督の表情です。これは清水さん、サッカーの怖さを、あれほど我々も言ってはいたんですがね、今のも最後のところ、まあ、青渕選手もボールを当てて出すか、クリアすればよかったのを、はい、アラウージョに取られました。重なるんでね、そうですね、ですからあそこでやってはいけない、やっぱりミスはやっぱ犯してるんですね、ここですよね、ここで味方のボールですからマークしてないんですよね、中の選手も。やはりクリアすると思ってますから、基本的には。ですからもうぽっかり穴が開いちゃったんですね、もう、まさかですけどもね。本当ですね。